初期地、大吉、アミキシです。はい。ということで、今回も動画撮っていくんですけども、今回はですね、えっと、iPhone デビューしました。ということで、まあ別にクラロは関係ないんですけども、えっと、マルチの方やっていきたいと思います。で、ちょっとね、もういろいろ文句言いたい。もう、マジで俺ずっとさ、Android だったんですよ。もうね、iPhone に変えて別に、もう嬉しいんですけど、マジ使いづらいね。これやばい。ずっとアンドロイドだったから、まあ最初も慣れるまでの辛抱だと思うんですけど、 超やりづらい。あの、配信とかが一番困る。通知の切り方いまいちわかんないし、なんか全部を一気に切る方法が多分ないのかな。お休みモードでいいのかよくわかんないし、そこも。で、この録画もできてるかわかんないでしょ。もうできてなかったら俺もう本当につらい。マジで、ああ、ちょっとね、イライラが若干溜まっちゃってるんですけど、 そうね、難しいね。あとね、アプリチェンジのやり、やるとき、アプリチェンジするときが、マジやりづらいね <laughs>。下からスライド。あれ、慣れるまで時間かかりそう、マジで。Android と全く違うんだね。こんな違うとは思わなかった。もうほんと操作が全く違うから、結構やりづらいですね。今、今、まだ2日ぐらいしか経ってないから、まあ、それはそうなんだけどさ。 いや、配信が困るよ。もうさっき、ミルダムの方で若干少しだけやったんですけども、何回もやり直してね、もう。<laughs> え、マジこれ何これってずっと思って、え、どうやんのっていう。一人で超怒ってるっていう。<laughs> これ、ディが来るよなうまいなーそれ嫌ですね。<laughs> なんかトロ高くないのに相手うまくねなんでだ いや、シンプルにボムガル、ボム、ボムガル、ボムバルがね、弱い。マジ、このデッキ弱いと思う。<laughs> そう、またね、あのー、別の動画で出すと思うんですけども、明日か明後日あたりに。あのー、もう一個のアカウントの方でね、ロイジャイ発戦動っていうのをね、始めます。まあ、最近にもうネタバレしちゃうんですけど。そう、それで、まあ、その関係もあってね、あ、あのー、もう一個の赤の方は、ロイジャイをね、使ってトラゲとかしてるんですけど、えガチで、超強い。 <laughs> マジでめっちゃ強い。ロイジャーが強いな、あもちろん環境デッキだから。それ以前に問題があると思う、俺は。このデッキバカ弱い。<laughs> 俺もね、分かっちゃったもん。このデッキないこれみたいな。こんな弱いのみたいな。これさ、相手のスペルが何なんだろうね。全然出てこないね。 うん、リガーキスにして、キチてきてるから、まあロケットの可能性が若干あるかな。これも雪なりも打っていこう。一発入らないか。あ、やっぱロケットか。これロケット打ってから、えー、マスケでちゃんとカバーということで。う <laughs> ん、そうだな。こうなったら、えっとね、これむずいね。これむずいんだけど。 えまマるこれえ嘘そうやん。ああ <laughs> そうでしょ。えー、もうなんだよクララも勝てねえものいじゃねえか、よんちイラよんちょん一方じゃねえか俺ょんよんち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 ょよんちょんよんちょんよんちょんよ まあいいよ。今日はもう動画出します。はい。661個までやります。はい。もうちょっとね <laughs>。いや、多分ね、イライラ溜まってるからね、ダメなんだよ。本当に。もうこんな動画出したくないんだけど、時間もないしさ。いやー、操作に困ってますよ。操作のあれに。ガチ大変。もう、クラブー自体ね、モチベーないわけじゃないんだけどね。あんまりやって、やれてないしね。 なんだかなーって感じです。で、今はちょっと上でガチでハマっちゃってね。上でマジで面白い。クラローの100倍面白い。<laughs> いや、クラロはガチでさ、もうなんだろうな。このゲームなんなんだろう。やっちゃうんだけど、別に、いや、面白いんだよ。面白いんだけど、やっぱさ、ストレス超たまる。この、俺あんまね、イライラとかしない方だと思うんですけど、ガチで結構ストレス溜まりますね、このゲーム。 それはマジでいい、本当に今更なんだけどさ。OK, OK, OK, 危ねあ、これやばい。OK, 一回、一箇所置いて。さあさあさあ、これはね、タルちゃんと当てていく。OK。いや、クラーロワほどストレス溜まるゲームないでしょ。まあ、あの、ちゃんとやってる証拠みたいなところあるんだけど、適当にやってる人はあんまね、ストレス溜まんないと思うんですよ。でも適当ぐらいがちょうどいいんだよね、このゲーム。勝てるし、その方が。 多分ね <laughs>。あのー、やばい、やんなきゃやんなきゃ、トロ上がんねえ、どうしようってなっちゃうと、本当に上がんない。マジ勝てなくなっちゃうから。ファイブ来る。あ、オッケーオッケー気楽にやるのが一番いいんですけどね。そうもいかないと。さあ、これ完封していく。で、一旦後ろから組みたいね。 マザニク、あーんでそう。あのね、携帯もね、置きながらやるんじゃなくて、持ってるんですよ。ちょっとサイズがちっちゃくなった関係で、持ちながらクラロをね、やるようになりまして、それもちょっとね、まだ慣れてないっていう。若干やりづらい感はあるけど、まあ、これもまあ慣れたら。いや、マジでシーズンの終盤じゃなくてよかった。<laughs> この序盤のうちにね、えー、っと、変えてよかった。本当によかった。 目されるんでもうがっつりね、攻めて、がっつ、攻めてって、がっつり処理していきます。これ、言うのなんか無限ダッシュしそうなんで、クッション置いて、ペッカー来たら、端前で来たら、そうだな、来ないか、これは。ザップだったよね、そういえば。打ってくると思うんで、OK。ここだな、ここ一回行きます。ザップ切ってるんで。で、ラムかな。OK, OK、OK、えっと、そうなるなら、 こんな感じでやっていく。ああ、待って待って待って、なんかすごいことになってる。いや、そっちじゃないな。そっちはない感すごいけど、まあいいや。ああ、これ厳しいなー。普通にきついっすね。ラム。うーん、ないっか、いや、ザップってのがうざいんだよね。マスキ化処理されちゃうから。これね。 こうやりますでラムでこれねこんな感じでやってでやつは許容できるんですよマザニックは5くるかないやこれねもう一緒にいってこれで5を打たせるかえっと相手が打ってくるか OK 打ってきたじゃあこれはもう追加して勝ちかな ラムしかないんで、ラム出したところでね、あんまり意味ないこのスケルトンいるせいで。あ、ざっぷってくれる。あー、なるほどね。ならもう一回攻めれば通りますね、僕は。で、これ左はね、全然許容できるんで、また許容って感じで、もう許容が大事よね、ラム相手はやっぱり。許容許容許容で勝ちたいね。あー、もうそれはやばいでしょ。あ、5打つか。 5ブつけど、じジということで。こんな感じですね。ラムは、いい感じの立ち回りできたね。5型だとちょっとだるいんだけど、まあ、まあ、まあまあまあ。2周目、3周目のバルーンが、相手のサイクルを崩しちゃえば、こっちの門になっていくんでね。さあ、中ポロンさん、よろしくお願いします。サイクル系ですね。本当にサイクルの途中で崩す。相手に、あの、バルーンに対してラム、 5みたいなエレキみたいなちゃんと当てるサイクルを作らせないのが大事作られてたらそれを崩すのが大事あ待って雪のも遅れたなんでやねんなんでや <laughs> なんで <laughs> なんで遅れた <laughs> さあさあさあ,さあ,さあ,さあこれ延命してくるかなしてこないならアイゴレで出していこう で、まあ、相手の方が回転もちろん速いんで、2.6なんでね。こっち2.9なんで。ここでホグ飛ばしてくる可能性が、まあ、ゼロではない。だがしかし。オッケー。オッケーオッケーオッケー。これ無理やり対方向オッケーオッケーオッケー。こうし、こう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 こうそう、そうした、んこうしたら、こうなったら、<laughs> 日本語むずい。こうなったらですね、えっと、もう一周目のバルーンが相手しんどいということで。まあ、回せないね。まあ、回せないね。<laughs> 回せないね。どうしようかな。 いや、マスキ切ったら相手結構やってると思うんだよな。うん。あ、ウッドそっちに使うのかマジか。なるほどね。いや、なら、ボムターじゃなくて、まあ、いいか。ボムじゃなくてよかった感は若干あるけど。OK、OK。これでもう一枚作るでしょ。アイスピかなはい、これか。そうだね。ここちょっと怖いね。二周目のホグが。 なので、スケルトンと雪玉で完封していく。もしくは、マスケ高めですね。まあ、一旦、セパって来なそうなんで。来たか。ぐっと来るあうんなるほどね。なんか、攻めてくるタイミングは読めないですね。ちょっと特殊だけど。まあまあまあ、一旦ね、雪から入ろう。よいしょ。 飛ばしてきてくれんなら美味しいね。ああ、いいね。美味しい。ああ、めっちゃ美味しいですね。オッケーオッケーオッケー。完璧。ここ相手が釣りエリクトめっちゃ使ったんで、えー、次僕のターンということで、一旦攻めて。うん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 。よいしょ。5打つかな。あ打たなかったら入りますねこれ。さあ、でもう一回ここからやって、で、5を延命してきたってことは、ここで打ってくる。 と思うんで。ですね。ただ、これはね、許容しちゃっていい。言うてもそんな入んないんで。で、これやったらもうマスキがね、残っちゃってるんで、巻いてきついですね、多分。さあ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 、5打つしかないってことで、じじ、OK。そうだなやっぱ高めの対応が一番強いかな。こんな感じで5を攻めに使ってくれると、こっちのね、 え、後ろから出して形組みやすくなるんで、戦いやすいかなって感じですね。まあ、26は本当にね、難しいデッキ。<laughs> だから相手によってマジ立ち回り全然違うからさ、勝てない時ももちろんありますね。さあ、これはクロスかなおなんかいいね。昔のデッキが戻ってきてるのかな ドリルがマジでけ、ドリルバンでよくね。バンっていうかドリル廃止でよくね。<laughs> あのカードいなくなったらさ、まあ、環境良くなるとは別に思わないけど、その環境良い悪いの基準はわかんないしさ、でもまあ今よりはマジになるよね。てか楽しくなると思う、ちょっとは。えー、今なんか消えた <laughs>。 今なんかワープしたよね。出てきた瞬間ワープしたから何かわかんなかった。ピンクに見えたけどアーチャー飛ばないよな、多分アーチャーだったら面白くね。ボムのバッグアト樽で綺麗に処理されたんかな。これイ,ファイブ打ってくる。あー <laughs> 引っ込むんかーい頼む。ここにしたかった、ここでしたかった、本当は。ここでしたかったんだよ。そしたらもう一発入るから。くそー。うわ、やば ガチか。ナイト出せるかないやー結構エリクサー使ってるからね、相手も。だから、ね、クロス相手はナイトを切った時はね、ボムターで防衛してあげるのがいいかな。まあ今は相手切ってないんですけど、多分エリクサはそんななかったんでね。あっても7個数ぐらいのクロスじゃないかな。多分さあ、これは、そうだね、バルン行って、アーチ処理しに行って、 てあげてさあ1ここ雪ラム打っていって突破していくとさあ入るか入りそうですねオッケーいやーいいねこれはもう勝ちかなクロス相手に1本落としたらまあ勝ちでしょでここはもうねバルーンプラスのでこれ多分5来るんで一旦ちょっと待ってあそれは来ないな5打てないですね さあ、これでもう一回クロスが来るかな多分。どっち来るかな,なんかこっちだよな。こっちか。OK。さあ、そうそうそう。まあ、これ別に、ね、読まれても問題ないって感じなんでね。そうだ、これで、しっかり処理していくと。OK! 完璧ですね。まあ、これは、勝ち格かなもう。さすがにこっからはあげることはない。20秒クロス入ったら落ちるんかな多分。ちょっと検証したいけど、それ煽りだと思われたら嫌なんでね。 <laughs> うん、じいですね。いやー、やっぱちょっと慣れてきたね。まあ、動画もね、若干久しぶりなんだよね。2日ぶりぐらい。だから、ちょっと言い訳ばっかりに聞こえるなこれ、嫌だな。<laughs> じゃあ、慣れてなかったっていうのは、まあ、あるかもしれない。最初の試合はカットしたい。できれば。でも、オープニングの挨拶がやりたくないから、もう、このまま出す。さあ、ラストかな。あー、でも5000位ぐらいか。そんな高くないと思ったけど、割と高いのかな。 もっと数字ないぐらいかと思ってたけど。66から多分ほとんどの人がスタートしてるから。上位勢があんままだやってないのかな。シーズン始まってそんな経ってないしね。さあ、タルト。うーん、ダックプリ。なので、まあ、ロイジャイ、あ、じゃあ、エレジャイかな。さあ、これしっかりと対応していくと。マスク出していこう、マスク。 マスク出して、何来たボンバーか。あー、なんだろうな。いや、あれか。いや、でも、タルだか。ファイオーんと、ゴブドリの可能性が若干あるけど。これ、ディが行きますか。タル切ってくれてるんで、何が出てくるか。あー、ベビーだったらロイジャイかな。ロイっぽいな。ロイかエ、イリジャイだね。 どっちかなさあ、ここはタル行こうか。うわー、一発入んのマジか。それ痛いな。それちょっと痛いな。いやー、何か分かんないから、右からマスキ出した方が良かったかな。あ、OK、OK、OK。いや、でも、五分取りだったら多分ね、出してくると思うんで、違いますね。ロイジャイっぽいけどな。あんなバレン、でももう2倍入るから、行ってもいいか。行ってみますか。一回行ってみましょう。試しにね。 エレキったあー、とそれでトルネあったらエレジャイだな。あトルネあるね、これ。エレジャイですね。ファイボ型のエレジャイいや、違うななんだろう。マジわかんねえな、これ。ちょっとわかんないっすね。ロイジャイにトルネも入ってんのか、今の時代は。もしかして。ゴレかゴレだこれゴレだ普通にゴレだ <laughs> やべえ。これゴーレムじゃん。多分。 これゴレだよね。ゴレにファイバーか。あれちょっと待って。おい、デッキわかんなすぎだろ、俺。やばいって、普通に。やばい、ファイバー削りデッキとかマジ勘弁だよ。本当に勘弁してね。一番おもんないからね、それ。<laughs> 相手一番面白くないからね、それ。本当にやめた方がいいと思う。それたら当たんない。 けどあんま意味ないんだよなこれがえー、ガチこれやばいななんだこれ5で削られていくぞ俺ウェポンないのかウェポンないわけがないんだよなでもマと折りくるでしょうーんこのサイクルでもしょうがないのこれしかないからな俺取るね <laughs> オッケーケツバルンだな見えたケツバルンします ケツバルンでいけると思うんだけど。ここかな。こっち、もうファイボで削られてきちゃってるんで。いや、ここでロイジャイとか来るのマジ怖いんだけど。OK、一発投んなら問題ない。あ、ガチか。そういう感じか。それやべえわ。 なんか暴れてる暴れてる。相手暴れてる、相手暴れてる <laughs>。ここだな。ビッグチャンスですね。トルネ切って、ファイブも切ってるから、ベビードラしかないでしょ、ここえ。えないよな。え、何来んの何来んの怖い。トルネ回ってない。これでトルネ回った回ったか。でも、こっち側に出してることによって、いや、これ言っていいなで、ワンチャンスキル打ってくるかな。 オッケー言ってこないなら勝ちかな。よし、危ねえ。よかったー。OK, GG. いやー、マジか。スケラか。危ねえ。あそこよく耐えたな。危なかった。いや、そうか。シンプルにスケラの可能性もあったな。なんならテンプレっぽいな、これ。<laughs> はい、ということで、えっ、ー、と、本日はこんな感じで終わりたいと思います。66いったということで。まあ、順位は高くないんですけども。今日ね、まあ、できたら7000いきたいね。ということで、ご視聴ありがとうございました。 あれ言ったっけあのクランえっと砂漠の方のクランが砂漠の方っていうかまあ俺が作ったクランがね50人ではないんですけどもえっと47人でもう完成ということで作成えクラン完成しましたということでご報告まあこれまた別で取るんですけどもえっと一応ね応募してくれた方と拡散してくれた方々は本当にありがとうございました ええと、楽しいをモットーにね、頑張っていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これもう言ったかもしんない。ということで、バイバイ <laughs> えー